皆さんこんにちは。今日は教科書1の4番基本立神経投げ入れをやっていきます。今回は枝と枝を使って組み合わせて止める縦の添え木止めというのをやっていきます。使う花材ですが、こちらの、桃の花、こちらが菊ですね。あと、これも菊の仲間だそうなんですが、これはちょっとお水は必要ないみたいなんですが、ちょっとこう菊と合わせると色は綺麗なので一緒に使っていこうと思います。先ほどお伝えした、縦の添え木止め、どういったものかというと、こういったちょっと短い枝物をこう長くこういけたい時とかに使える方法なんですけれども、枝をこう縦に、切って、もう一本の支えとなる枝物をも同じように縦に切ってこう組み合わせるやり方になります。でこれがどうしていいかというと、こう組み合わせることによって、本来だとこうストーンと落ちてしまうんですが、高さをこう出すことができるというのと、ちょっとこう角度をつけられるっていうところですね。近くで詳しく、見ていきましょう。それでは縦の、添え木止めを、解説していきます。この2本の枝を組み合わせて、それぞれにこう縦に、切れ込みを入れて、こういった感じでこう組み合わせるようになります。では、切っていきます。まず、こちらの支えとなる枝をこう縦に切っていきます。こういった感じですね。こういった形で切れました。はい、ではこちらの枝も同じように切っていきます。細い枝だとちょっとこう切るの難しいんですが、折れない程度にこう切っていきます。こういった形ですね。ではこれをこう組み合わせるんですが、この切れ込み同士をこう組み合わせるようになります。はい、ではこういった形になりますので、これでいけていきます。それでは、縦の添え木止めが出来上がりましたので、いけていきます。芯は、左手前に角度をつけます。少しボリュームを出していきます。今日は、十文字がない分、実際に紙の底に行った時にこうどのくらいの長さになるか調整しながら切っていきます。では、添えですね。添えも、左手前に角度をつけていきます。ちょっと添えに今日はこの黄色の菊の仲間を使っていきます。芯よりも、少し長さは短くなります。芯よりもちょっとこう手前に
控えですね。こちらの木を使っていきます。小さいつぼみや、葉っぱは、切って入れていきます。つぼみも全部咲くといいんですが、なかなかとっても小さいつぼみはそのままこう小さく黒く枯れてしまうので、咲くお花をこう綺麗に楽しめるように、小さいつぼみは切っていきます。このくらい菊のようにちょっとこう太めな茎の時は、斜めにカットをして、そうすることで、カットした面をおかきの側面にこうくっつけるようなイメージでいけると結構安定しやすくなります。控えは右手前に角度をつけます。では、このように生けられましたので、近くで見てみましょう。こちらが正面から見た様子です。芯の枝がこちらになります。添えは芯よりも短く、生きています。控えの菊は、もうちょっと短く生けるともっと分かりやすいかとは思いますが、大切なのはこちらの芯と、控えの間にこう空間があるようにいけるとバランスがとても綺麗です。では上から見てみましょう。このように手前にこう角度がついているのが分かりますでしょうか。で、先ほど、菊を生けるときにこれちょっと後ろから見てみましょう。このようにカットした面をおかきの側面にこうぴったりつけるようにすると綺麗に安定します。いかがでしたでしょうか。今日は桃の花と菊を使って投げ入れをやりました。縦の添え木留めは私もすごく難しくて苦手なんですが、やり方を覚えておくと生け方の幅も広がるので、ぜひやってみてください。ではまた次のビデオでお会いしましょう。今日はこれで終わりです。